1884年の戦列艦ビクトリー一等艦は、イギリス海軍が3層の砲列に100門以上の方を搭載した最大級の戦列艦に対して用いた分類。乗員は800名以上で2000トンを超えていた。等級制度の制定当初、一等艦とはちょうど方100門を備えた艦のことだった。しかし広大になるともっと多くの方を持つ艦を建造できるようになったため、 それらの管も一等管に分類されるようになった。なお等級分類に形状されている方の他に、一等管はカロネードを数門搭載して、近距離火力を強化していることもあった。これらはとても強力ではあったが、鈍速で相関が難しい傾向もあった。安定性を保つために最下層の法列は水面にとても近い高さにあり、高天時には仮想の法列が 丸ごと使用不能になった。このような巨大な軍艦は、運用経費も高価だったので、一等艦は、普通帝国の機関として使用されていた。これらの主力艦はよく他国の同等艦と比較される、ため、イギリス海軍でしか6等級の分類は使用されて、いなかったにもかかわらず他国で最大の艦を、一等艦と言及することはしばしば見られる。現存する一等艦は2隻だけである。 最も有名で、唯一完全な状態で保存されているのが、トランファルガー海戦におけるホレーショネルソン提督の、機関ビクトリーである。また、112門艦船トローレンスの船体は無傷で、オンタリオ湖に沈んでおり、ダイバーに人気がある。他に、有名な一等艦としては、ロイヤル・ソブリンやブリタニアが挙げられる。これはどちらも100門艦である。史上最大の戦列艦の一つとして知られている。 スペインのサンティシマトリニダーは140門前後の方を備えていた。またドーファンイコールロワイアルやエタドブルゴーニュが有名なフランスのコメルスド・マルセイユ級戦列艦は法118門でサンティシマトリニダーよりも大きな艦隊を備えていた。ありがとうございます。